今日は動画にとって一番重要と言っても過言ではないフレームレートの話を3分でしたいと思います。どうも、ケイスケです。今日はですね、久々に用語解説、3分で用語解説のコーナーをしたいと思います。で、結構ね、カメラとかやってると、やっぱ動画もそうだし、写真もそうだし、わからない用語はね、ほんとたくさんあって、まあそれをね、長々と説明してもいいんですけど、まあ詳しく説明すると長くなっちゃうんですけども、まあパッとね、短く理解してもらおうと、そういう企画でございます。で、今日は雑談なしで3分で、どんどんやっていきたいと思います。はい。で、皆さん、フレームレートって聞いたことあるでしょうか？まあ、写真オンリーの方はね、あんまり馴染みのない言葉だと思うんですけども、このフレームレートっていうのは動画にとって、まあ、めちゃくちゃ重要。てか、一番ぐらいに重要なね、ことなんじゃないかなと思います。動画ってね、パラパラ漫画みたいに、一個一個の画像が連なって動いてるように見えるんですよね。なんで、まあ、もっともっとかなり分解していくと、動画っていうのは、一枚一枚の画像になってるんですね。で、じゃあ、1秒間に何枚の画像を使って動画にするんですかっていう、その枚数のことをフレームレートって言います。この単位はですね FPS フレームパーセカンドですね。これ1秒間に何枚のフレーム写真を使うかっていう話になります。でですねカメラ、はい、カメラのメニューのところで例えばなんですけど、はい、記録設定っていうのをパッと見てみます。はい、こんな感じですね。 60p とか 30p とか 24p とか書いてあります。この p の部分、 30p の部分がいわゆるフレームレートってやつですね。で、これは動画を撮るときにもう初期設定の段階で設定するものであります。で、なんとなくわかると思うんですけども、1秒間にね画像が多い方が滑らかに見えるじゃないですか。例えば24、30、60ってあったら24よりも30、30よりも60の方が滑らかには見えます。じゃあ実際何に設定すればいいのってちょっと話なんですけども、基本的にですね僕の動画、普段の動画っていうのは 24fps で撮影しています。で、テレビとかはだいたい 30fps って言われていて、で、あとは YouTuber さん、例えば瀬戸康史さんとかより滑らかなね映像を使われる方は 60fps とかで撮られたりします。まあ、人間の目に一番自然に見えるっていうのが 30p、 テレビで見る 30fps って言われるんですけども、まあ、映画とかは 24fps で撮られてるので、僕はねもっと映画みたいな表現がしたいと思ったので 24fps で撮影しています。で、ちょっとここでスローモーションとかのね話もしたいんですけども、結構僕のね作ってる映像の中にもスローモーションの表現っていうのを結構入れたりしています。で、このスローモーションっていうのを使うときにこのね FPS っていうのが結構関係してくるんですけども、例えば僕がね作りたい最終的な動画 24fps だとします。で、じゃあ撮影も 24fps にして、ただ実際に編集するときスローモーションにしたいよって言って速度を半分にして再生してみると、こんな感じでね、これはまあフレームが足んないんですよね。まあ撮影のときに1秒間に24枚の画像で撮っていて、それをね倍の長さに引き伸ばしちゃってるので1秒間に12枚しか画像が入ってない計算なんですよね。なので、まあ12枚の画像だとまあカクカクして見えちゃうという形になります。じゃあこれどういう風に滑らかなスローモーションにしたらいいのっていう話で言うと、さっき言ったね 60p とか 120p とかそういう1秒間に多いねフレーム数で撮影しておくとスローモーションが滑らかに使えるようになります。なんで、まあスローモーション使いたいよって方はですね 60fps とか 120fps とか、自分が書き出したいものよりも多いフレーム数で記録しておいて、あと引き伸ばすという形にすれば滑らかな表現ができるようになります。ケイスケの動画、はい、ザザッと話してきましたがいかがでしょうか。3分で終わっているでしょうか。まあ、まとめると、まあ、自分が好きなね、FPS で撮ってくださいと。テレビ風のねナチュラルな感じにしたい方は 30fps で、もっと滑らかにしたい方は 60fps を使ってくださいと。で、スローモーションにするときはちゃんとそれよりも多い FPS で撮りましょうねっていうこと、ぜひやってみてください。ということで、今日の動画3分ぴったり終わったでしょうか。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。はい、サクサクっと久々に3分の動画撮ってみました。またね、こういうの聞きたいですみたいなのがあれば、3分動画で取り上げてほしいですみたいなのがあれば、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。じゃねー。